ペット・リチャード・バセットは、アメリカ合衆国デラウェア、ケント軍ドーバー出身の弁護士、政治家である。アメリカ独立戦争に従軍し、アメリカ合衆国憲法制定会議に大議員となり、連邦党の一員であった。デラウェア州議会議員となり、デラウェア州知事、また、デラウェア州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた。 バセットは1745年4月2日にメリーランドのセシル郡ボヘミアフェリーでアーノルドとジュディス・トンプソンのバセット夫妻の息子として生まれた。父は非常勤の酒場所有者で農夫でもあったが、バセットが若い時に家族を捨てた。バセットは1774年にアン・エナルスと結婚し、3人の子供、リチャード・エナルス、アン及びメアリーが生まれた。 最初の妻が死んだ後で、1796年に、ベッツガーネットと結婚した。夫妻は、メソジスト教会の活動的な教会員であり、その時間の多くを教会に費やしまた注意を払った。幸いなことに、バセットの母は、セシル軍の広大な領地ボヘミア荘園の最初の、所有者オーガスティン・ハーマンの彦であり遺産相続人であったので、 母の家族がバセットを育てた。母の相続権によって、最終的に、ボヘミア荘園の富とプランテーション及びその他の、ニューキャッスル軍の資産を継ぐことになった。バセットは、メリーランドのドーチェスター軍のロバート・ゴールズボロ判事の、元で法律を学び、1770年に、法廷弁護士として認められた。ケント軍の法廷がある町、ドーバーに転居し、 そこで実務を開始した。農業に従事し宗教的また事前的な関心ごとに集中ことで、すぐに地元の合士の間でも頭角を表し、もてなしの心や事前活動で評判を呼んだ。バセットは独立については、ためらいがあり、ケント軍の隣人シーザー・ロドニーやジョイン・ハスレットよりも、ジョージ・リードの考え方に親近感を持った。 それにもかかわらず1774年に地元のボストン救済委員会委員に選ばれた。デラウェアの新しい政府が作られた時、1776年のデラウェア安全委員会で働き、1776年のデラウェア憲法を起草する会議の一員となった。新憲法は1776年9月20日に採択された。続いて、 最初のデラウェア国上院に選ばれた保守派の一人となり、1776年、1777年の会期から1779年、1780年の会期まで4期務めた。さらにデラウェア国下院で1780年、1781年と1781年、1782年の会期を務め、 上院に戻って1782年、1783年から1784年、1785年の会期まで3期務めた。デラウェア国議会での経歴は1786年、1787年の会員会期で終わりとした。これらの議員歴によって、独立から1787年の憲法制定会議に至るまで、 デラウェア国議会の一機を除いて、ケント軍の代表ということになった。しかし、アメリカ独立戦争中に果たしたバセットの最も注目すべき貢献は、州の民兵を動員する働きをしたことである。ある資料では、第一デラウェア連隊を立ち上げ配置を決め隣人のジョン、ハスレットを指揮官にする計画を作ったのはバセットだとしている。デラウェア大陸軍あるいは、 デラウェア・ブルースと呼ばれた、この連隊は一番小さな国から構成されたが800名ほどおり、大陸軍の中でも最大の部隊であった。デイビッド・マッカローはその著書、1776年の中で赤い縁取りのある青い上着、白のベスト、バックスキンのズボン、白で毛織りのストッキングをつけて、および素晴らしい最近輸入したばかりのマスケット銃を持っていた。 と表現している。1776年早くに立ち上げ、1776年7月と8月に従軍した。バセットは1776年のフライングキャンプに従軍した、予備役民兵隊、ドーバー系総風評連隊の募集にも関わり、もう一人の隣人トマス・ロドニーに指揮させた。イギリス軍が、 ブランディワインの戦いとフィラデルフィアの占領に向かってニューキャッスル軍北部を行軍したとき、バセットは志願兵として友人のロドニーの下に従軍していたと思われる。イギリス軍がその地域から退いてデラウェア民兵隊が戻ってくると、バセットは臨時の兵士を続け、ケント軍の民兵騎兵部隊であるドーバー系装騎兵連隊の指揮を取った。 バセットはその戦時の経験からすぐに連合規約の下での政府の欠点を認識するようになり、早くからその改革を指示した。1786年のアナポリス会議でデラウェアの代表となり、1787年のフィラデルフィア憲法制定会議でも同じ代表団の一員となった。バセットは話すことがなかったし委員会にも出なかったが、 もう一人の隣人ジョン・ディキンソンが推進した大妥協の強い支持者であった。結果として生まれた文書、憲法に盛り込まれた同意に基づき、デラウェア国での批准を素早く売る動きを指導することで大きな貢献を果たした。デラウェア国は他のどの国よりも早くフィラデルフィアーと5ヶ月で正式に同意するという成功につながった。このことで、デラウェア州はそれ以来、 最初の州と呼ばれることになった。新しい政府の成立に応じて、デラウェア州議会はバセットを最初のアメリカ合衆国上院議員の一人に選出した。この頃は政党というものがなかったが、強い中央政府を支持し、特にジョン・アダムズ副大統領の立場に同調した。ジョージ・ワシントン大統領が指名された役人を罷免する権限によって、 行政府の働きを支配する権利を支持したが、財務長官、アレクサンダー・ハミルトンが、大統領の権限を強くするためにしたより、極端な提案には、反対した。連邦の首都ポトマック川の側の新しい都市に移す、ことを最初に推奨した者の,の一人でもあった。それゆえに、最近の学者はバセットを第一回帰では、反管理陣営に位置づけるが、第二回帰では、 管理より陣営に位置づけている。バセットが上院議員を務めたのは1789年3月4日から1793年3月3日の2回期であり、ワシントン大統領の最初の任期であった。一方、1776年のデラウェア憲法は改定が必要となり、バセットは再びディキンソンと共に改定版を起草する会議を指導し、 これが1792年のデラウェア憲法となった。1793年に上院議員を辞めると、デラウェア一般訴訟裁判所の初代主席判事となり6年間の任期を務めた。当時これは一般市民の裁判を行う裁判所であり、現在のデラウェア最高裁判所の前身となった。 この時までに正式に連邦党に所属し、その推薦で1799年にはデラウェア州知事に選ばれた。ピエール・サミュエル・デュポンド・ネムールが初めてデラウェアにやってきて火薬事業を始めたのがこの知事時代である。しかし、トマス・ジェファーソンが大統領に選ばれたのもこの時期であり、連邦党の中で国の将来に対する大きな心配が生まれた。 引退するジョン・アダムズは急遽連邦党の力で1801年の司法制度法を通し、連邦巡回裁判所に多くの新しい裁判官を任命した。断固たる連邦党員で古くからの政治的同調者であるアダムズは1801年の人気最後の日にバセットを判事の一人に任命した。バセットは、いわゆる夜半の判事の一人となった。 しかしこの法は新しいジェファーソンによる第7回帰で撤廃され、1802年4月にはその短い役目を得た。バセットはその後公的な役職に就くことはなかった。バセットは政府における高い経歴に加えてメソジスト派への経験で精力的な転向者であった。1778年にフランシス・アシュベリーとその共通の友人で、 ハンジ・トマス・ホワイトの家で会い、間もなく転校してその人生の残りはメソジスト派の信仰のために多くの配慮と富を捧げた。バセットとアシュベリーは終生の友となった。ホワイトもアシュベリーも戦争に反対してると見られていたので、この交際によってロイヤリストに対する多くの人の心に繋がりを作ることになった。しかし、このことは、 強い奴隷制度廃止の信念にもつながり、自分自身の奴隷たちを解放し、他人にも解放を推奨するようになった。バセットは1815年8月15日に、メリーランド州、セシル郡にある、ボヘミア荘園で死に、最初はそこで葬られた。1865年に、デラウェア州ウィルミントンにあるウィルミントンブランディワイン墓地のバセットバヤード病に移送された。 バセットは、中税の眼見な男であった。社会で大変人気があり、影響力があった。1787年のフィラデルフィア、憲法制定会議で、紳士的で宗教心に厚く常識ある人であり、黙っていることのできる健常な人と表現された。バセットの娘案は、アメリカ合衆国会議員と、 上院議員を務めたジェームズ・ウェイ・バヤードと結婚し、以降デラウェア州政界で顕著な役割を演じた、バヤード家の分家の先祖となった。バセットの名で幼女のラチェル・マクリアリーは、やはり、デラウェア州政界で長く顕著な家系である、デラウェア州知事のジョシュア・クレートンと結婚した選挙は10月の第1火曜日に行われた。1792年以前、 デラウェア議会議員は10月20日に就任した。上院議員の任期は3年、下院議員の任期は1年間であった。1792年以後、州知事は一般選挙で選ばれ1月の第3火曜日に就任し、知事の任期は3年だった。デラウェア議会はアメリカ合衆国憲法制定会議の大議員を選出した。議会は アメリカ合衆国上院議員も選出し、3月4日に就任し、通常は6年間の任期があった。しかし、バセットの任期は、ローテーションのために4年間だった。ありがとうございます。